はい、演劇の思い通りの ねそういう操縦だったんじゃないですかね。今日の振り返りです。初回です。日本は非常にいい立ち上がりを見せました。ノーアウト1塁から太田ショートゴロダブルプレー、近藤空振り三振です。そしてファイターズの先発杉浦に対してホークスワンアウトランナーなしから牧原ライトスタンドへ1号のソロホームラン、1対0と先制すると続くグラシアルが左中間ホームランテラスへ20号ソロホームラン、2者連続ホームランでホークスは2対0と先制を取りました。連敗中というところもあってね、昨日の試合の後ですし、はい、すごくいいスタートだったんですけどね。そうですね。3回の日本のピッチングです。ここも持ち味を発揮します。横空振り三振、石井空振り三振、清水はフォアボールだと西川はカードゴロ、0点に抑えました。変化球すべてね、すれてましたからね、はい、そしてファイターズの杉浦も3回で2アウト1塁2塁でピンチを迎えますが松田空振り三振、0点に抑えます。4回です。日本この回先頭の太田レフトスタンドへ14号のソロホームランを打たれてファイターズに1点を返されます。2対1。その後ワンアウト1塁3塁となって田中がライトへの犠牲フライ、これ上橋はよく取りますが3塁ランナーはホームに帰ってきました。2対2、同点に落ちます。5回です。ホークスはワンアウト2塁というチャンスだったんですが牧原はピッチャーゴロ、今日はサードに送球して2塁ランナーはタッチアウト、そしてその後2アウト1塁となったところでグラシアルはピッチャーゴロに打ち取られました。6回です。中田ベースヒットです。出るんですけれども渡辺がショートゴロ、0点に抑えました。どうも最後に通信もいいとこ投げましたからね。そうですね、まあ、ヒットの方ですし、はい、さあそして7回は2番手高橋純平、田中セカンドゴロ、横を空振り三振、そして石井空振り三振、三者凡退に抑えて味方打線の反撃を待ちます。しかしファイターズの投手陣も譲りませんでした。プレーですね。石川、牧原をセカンドゴロ、そしてグラシアル空振り三振、ベースファイネルも空振り三振、三者凡退に抑えます。さあ9回の表です。2アウト満塁という場面になりました。ホークスの抑えの甲斐のライナー宇佐美が押し出しのフォアボール、ファイターズに勝ち越し点が入りました。3対2。そして9回の裏、7番手の秋吉、2アウトランナーなしから上林空振り三振でゲームセット。3対2、ファイターズがホークスを下してこのカード2連勝ということになっています。